村山党とは、平安時代から鎌倉時代にかけて、武蔵国玉郡村山郷に勢力のあった武士団のこと。武蔵七党の一つ、野与党と同族である。平安時代、平頼党が北玉郡村山に住み、村山市と名乗ったという。村山頼党の子孫とされる一族を村山党と呼ぶ。主な一族には、金子氏宮寺氏山口氏 千葉市などがある。子孫は、や山が丘漁の北部の武蔵野の大地上に広がっている。金子十郎、山口六郎は共に、大地上の旗地を占め、千葉七郎の巨も川越支千葉で、大地上で前面には、荒川の低地の水田が広がっている。三条町の上里地域の西北方約1 0トルの地点である。上里の移行は不明瞭である。 彼らの名字の地は現在でも、地名として、入間市、金子、入間主宮寺、川越市、千葉、所沢市、山口などに残っている。方言の欄では、後白河天皇法として、金子家忠や千葉家の部が活躍した。実証、樹栄の乱では、当初村山党は、他の武蔵の武士団のほとんどと同じく、平家法だった。あず鏡によれば、自称4年、 武蔵の兵士法の中心的存在である、秩父島畠山氏の畠山重忠に従い、村山、金子氏の一党も相模国の三浦氏を攻撃している。その後畠山氏と同じく、源頼朝の参加に入った。鎌倉時代以降、村山島には、金子氏や千葉氏など、伊予国をはじめとする西国に所領を得た者も,も多かったが、武蔵では、 秩父東東領の川越氏に従っていた。鎌倉時代末期には、川越公衆に従いに田った吉貞の倒幕軍に、加わり、部外河原の戦いなど、倒幕の原動力になった。室町幕府が成立すると、鎌倉久保や関東官令の支配が強くなり、大安元年1月、川越直主を中心に、武蔵平一揆を起こすが会えなく鎮圧される。 山口高雄などは自害し村山党諸氏は没落した。以降村山党諸氏は関東管連上杉氏家臣の大石氏に従う。戦国時代になり上杉氏がご北条氏に敗れ没落すると主家を失った大石貞地は北条氏康の三男、北条氏照を娘婿に迎えて家督を譲った。以降ご北条氏の支配下となった。小田原征伐で、 ご法上氏が滅亡し、徳川家康が関東に入ると、その支配体制に組み込まれた。村山党の子孫の一部は、徳川氏の旗本となって存続した。ありがとうございます。